い、皆さんこんにちは、おくちゃんです。本日はですね、埼玉県の、正丸峠を走りたいと思います。ですね、ここはイニシャル D の、舞台になった、ところですね。まあ、ですから夜になると結構な走り屋がここを来るみたいで、ちょっと危ないんですけども、まあ、昼間は多分大丈夫かと思いますが、まあ、ちょっと車線がないんで、対向車には十分気をつけていきたいと思います。この峠は正丸トンネルができる前ではこの峠を通ってたんですよね。ですからまあ昔は頻繁によく使われてたんだと思います。このガードレールの錆が時代を物語ってますね。落ち葉が怖いな。落ち葉と路面が悪いから滑る。峠の茶屋の奥村茶屋のところでちょっと休憩したいと思います。道はちょっとバイクでは思いっきりはちょっと走れないな。落ち葉と路面と対向車、これが怖いな。この3つが峠かな。東京か、東京の高層ビルだな。
い、正丸峠でした。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。では次回の動画でお会いいたしましょう。ではバイバーイ。